はい、こんにちは、トキトキです。4時です。夕方までこれから揚げっすね。揚げのサーフ、揚げ試合やってきます。暑いことお前言っちまうな、これこんだけ暑いぞ。よし、ちょっからすっつってスタイリッシュにケッペン入れた。こんな感じなんだろうね、今ね、ここ最近来てないからね。久しぶりに来てみました。少し地形できてんじゃない。じゃあよろしくお願いします。どっちかっていうと苦手なエリアですね。家の近所なんだけど苦手なエリア、なんかね苦手なんです。今日はその苦手を克服したいですね。釣ったこともあるし、でかいのも釣ったことあるんですけど、安定して釣れないっていうかね、この辺でやっぱ連れてくれるのが一番ね、いいからね。家の近所なんで、こういう風にやればここでも釣れるんだっていうのがさ、欲しいよね。まあ、通ってれば多分釣れるんだろうけど、何せ貴重な時間だから、釣れる一番可能性が高いとこ行っちゃうからね、俺も。あそこでも岬になってるな。あの辺の周り行ってみるか。この辺を打ったらね、本当は夕間詰めと干潮がね重なるような潮回りというか、それが、お、今柴田さんだ。まあ一番ね理想なんだけどね。この辺で今柴田さんだよ。で、まあ理想なんだけどな。しばすいだね。夕間詰めと干潮が重なるようなシチュエーションがいいんだけど。来た。ああバレた。バレちゃったよ。ドラグ入れすぎ？ドラグが入れすぎだ。くそー。まだ一匹あれ。なんとかリンバで釣りてえな。ベイト入ってんだ。ヤズラがいるってことはベイトが入ってるな。チャンスあるんじゃないの。いろいろ試してみようか。まっちゃんさんにいただいたマットピンクのリンバ、あざーす、あざーす。なんとかこれで釣りを、まっちゃんさん本当助かります。感謝祭の日にね、駐車場でお会いして、しばらくぶりに投げないからどうぞといただいちゃったんで、遠慮なく投げさせていただきます。どこだ、シーバス。ゴズンと来い。アセンゴやってみっか、あっちの。くそー、一瞬も気抜けないな。一瞬、一発だけ単発でボイラー発見して、角度無視して、投げ込んで、回収する寸前だもん。まさか、あのタイミングで出てくると思わないよ。どっか行っちゃったかな。まだ跳ねてくれれば分かりやすいけども、ほんと一瞬だったってこと？
ゃ、取ったるぞ。これは取る。可愛いサイズだけどね。お、エスモズだ。ラッキー。可愛いサイズとか言ったら石持ちでした。丸々太ってんじゃんかよ。取るわ。サリュー塩焼きで最高ですからね、これね。塩焼きで最高。あのね、うねりの中でね、泳いでたりする、こう入ってって背に方に向かってるから、このこっちから流し込む感じの方が魚の遭遇率が上がるかな。回遊のルートがあるんなら、ヒラメもいるだろ。これマゴチもシーバスがいるんだもん。エスモジも。ただ一瞬で抜けちゃったのかもしんないけど、自衛は自衛。このチャンス取りたいね。終わり。明日も早起きなんで、今日はこの辺で。シーバス市原市の、エスモズ一匹です。塩焼きで食うか。まだまだ頑張りましょう。以上、夕場詰め編でした。完成です。うわ、最後のお酒、マゴチのエビチリ、エビじゃねえか、マゴチリってやつですね。これブラコちゃんとベベさんがね、実践してたんで、初めて作ってみました。いただきます。めっちゃうまいっす。ほんと美味しい。上半期6月まで終わったんで、その6月まで終わったからそれの話をねしようかななんて思って、全部ね細かく何本撮ったかなってやろうと思ったんですけど、ここ電波が悪くて今ちょっとスマホで全部集計出さなかったんですよ、忙しくて。なんで後でここに書き出します。何を何匹釣ったかっていうのがね。でそれで、俺とシーバスとヒラメだけか、そぎ含むシーバス生後オスズキからヒラメはそげとね、ヒラメね、ここ7月までか。本当に今年シーバスに関しては、最初1月の中旬かな、ね、確か中旬にね、この動画、この動画でシーバスの、ランカースタート、1匹目ランカーで始まったんで、くっそ寒い中ね、腰まで使って誰でもいない中、鼻水垂らしてさ、ランカーで始められたんで、あれに関しては本当にね、本当良かった、最高のスタートを切れたと思います。でまあちょっと今で、その後サーフね、こうどんどん来てて、サーフはね今本当今年どうなるかなって思ったけど、蓋を開けてみれば6月ぐらいかいいし、本当すごいしヒラメの、ね、ラッシュをね間
始まれてるんで、釣れてない自分でもね、おどしよかったよ、これすげえなって思う展開をね、よく見てるんで、もっともっとすごい経験をしてる人は多分いっぱいいると思うんですよね。大座布団、座布団さ、まあ、レギュラーのね、複数枚釣ったりさ、すごいと思うんで、これからね、7月、8月、まあ、まあ、楽しみなね、時期だと思います。前半戦もね、ひとまず成功と言っていいんじゃないでしょうか。この調子でね、本当に釣っていきたいですけど、まあ、おちもね、全然去年よりね、今年は宮城県に遠征してさ、のんのさんのお世話になってね、楽しい、本当このパラダイスをさ、パラダイスを味わえたんで、ね、すっげえ当たりがあってさ、こんなにいいの、いや、こんなにいいんすかみたいな展開があったんで、その辺はね、楽しかったですね。サーフ今下になっちゃってるんで、少しシーバスの動画は作れてないんですけど、今後ね、もうちょっとシーバスも行きたいですよ、本当は。時間がちょっとなくてシーバスは作れてないんですけど、シーバスの動画もね、まあまあ出していければと、トップで釣ったりさ、やっぱやりたいんでね、自分は本当に好きなんで、こんな感じですかね、今のところ。こんなところで終わりますよ、じゃあ頑張って、ひらめとしますから、行くぞ。 See you next movie. Bye bye.